10月8日土曜日12時13分ただいまね、雨が降ってきましたので、これからちょっとファミリー、今ね、家族の T シャツ着てる人がいたんで、ちょっと撮りますね、家族。はい、家族の T シャツの人いました。家族ね、家族です。これだけ撮りましたから、 T シャツおわんば、おわん。今家族を T シャツ着てる人だけ撮りましたので、ボアジョリビーテイクオン。今ね、雨が急に降ってきましたので、ちょっとテラスの方行ってみますね。おわん、テイクビデオ、おわん、おわんば、おわん。ここが窓なんですけど、今撮りますね、雨。はい、ライブショー、雨降りのライブです。ただいま12時16分10月8日土曜日の午後10分前からちょうどね、雨が降り始めましたから、雷はね、鳴ってないんですけどね、雷は鳴ってませんけど、今彫金のね、ポークチャーハンを頼まれてきたんですけど、雨が降ってるんでね、今取りに来ました、雨を。雷が鳴ってないのが不思議ですね。普通はね、雷がゴロゴロピカピカ鳴るんだけど。だけど向こうの方はもう明るくなってますね。一部も少しだけ青空が見えますよね。多分ね、あと15分ぐらいで止むと思いますけどね。じゃあちょっとチャーハンも買いに行きます。レンズが曇ったかな、大丈夫だと思います。曇ったら、中華料理屋の彫金、チャーハン3つ、1個35ペソだから2つで70ペソ、3つで105ペソですからね。さっきマクドナルドで2ピースペッパーステーキライス買いましたけど、パイナップルジュースをつけて122ペソだけど、92ペソだから180円でしたけどね。なんかね、中に入ったんだけど雨の音がしてます。雨の音、今ここでね、屋根の上に雨が降ってんですけど、ゴーって音がしています。
賞金、買い物、チャオファン、日通105ペソ。昨日はね、このね、スチームライス買ったんですよね。スチームライス。ここはケンタッキーフライドチキン。その隣が商品になります。なんか雨の音がやっぱり聞こえてますね。ゴーって。雨の音が聞こえてます。はい、上級に着きました。はい、お年寄りシニアライン、シニアライン。ここでね、すぐ買えるんですね。ここですぐ買えますから。そんな感じでチャーハン3つ買って帰ります。おしまい。